エトワリアにも金髪が似合う可愛い衣装が多そうですね。シュシュクエストです。シノとアリスの仲の良さは姉妹以上だな。今回は炎属性と月属性ですね、回りやすい方を回ってみてくださいね。こちら結構回りやすいようになってますね。ではこの感じで回していきましょう。忘れ物はないですか？期待してるよ。私たちも意地を見せるんだ。金髪少女、しのちゃんはフルアタなんですね。みんな頑張って。あ、珍しい、クラススキルが右側に置いてあるんですね。魔法少女の知識なら負けないから。ではとっておきを一発打ってみましょうね。まずはしのちゃんの方からです。私たち今心のシンクロ率マックスですよ。皆さんにお見せしたいものがあるんです。じゃあ、素晴らしいひまわり畑ですね。まるで金髪みたいですね。敵ですか？封印して差し上げます。なんだこの印鑑は。いかがですか？しかも回復もできる魔法使いなんですね。これは万能ですね。よし、続けましょう。続いてはこちらの新登場のかなちゃんですね。使っていきましょう。私が必殺技？魔法少女みたい。あれは妹のためよ、妹のため。お、あ、レア出た。敵プリズムマジカル、魔女っ子プリズム水の魔法、魔女っ子プリズム弱体の魔法、なんかいい感じのスキルですね。そう、ガチャガチャって最近見なくなりましたね。うちの近くとかにもよくあったんですけどね。よし、次はヨーコちゃんですね。使ってませんでしたね。ヨーコちゃんも使っていきましょう。パワー全開、熱くいくぞ。苦しみの先にゴールは待っている。うわ、勝ち取るからこそ金のメダルには価値があるんだ。とやったー、6枚しても強い。うん、強化すると強くなりそうですね。イエーイ。てな感じでとっておき3連発でした。こちら戦士でも魔法でも回りやすいですね。続いての超強敵クエストは22日の17時ですね。明日開放です。面白いけど地味な作業だな。アヤの方が向いてそう。こちらのチケットを集めて待機しておきましょう。